んにちは、プラウトゥーワンです。2020年度から全ての小学校でプログラミング教育が必修化されることが新学習指導要領で示されました。その理由は、コンピューターを理解し活用していく力がこれからの社会を生き抜くためには不可欠になるためです。それでは実際の学校ではプログラミング教育の取り組みは進んでいるのでしょうか。今年3月に文部科学省から発表されたこちらの委託調査結果では、プログラミング教育に関して平成30年2月時点の取り組み状況として、特に取り組みをしていないという教育委員会の回答が 57% に上ることが分かりました。その主な理由に、プログラミング教育の趣旨、目的、基本的な考え方の情報が不足していること、またプログラミング教育を担当できる人材が不足していることが挙げられています。プログラミング教育の取り組みについて興味のある方は、文部科学省のサイトをぜひご覧ください。